最初はそうですね、不安とかプレッシャーもあったんですけど、八千代くんがもう普通に自分が演じてる抜きにして一番僕好きなキャラクターで、なでしこちゃんとの距離感とかはすごい難しい、演じてても難しいなって思う部分はたくさんあったので、原作は結構かなり読み込んで、2人のシーンは特にそうですね、なんか自分なりに近づけれたらいいなと思って演じてましたね。でも八千代くんもなんかその過去にちょっと恋愛というか恋をして、ちょっと悔しい思いをして、そこからその人を好きになれなかったりとか、ちょっと人間に対して距離感を持ってしまう子になったんですけど、僕もすごい似てる部分があって、なんか家系が僕4人兄弟なんですけど、3人女の子なんですよ。家族女だらけの中で過ごしてたので、なんか変な意味で女慣れしてるというか、もうなんか本当に女の子として育ってきたので、それこそちっちゃい時もなんか鬼ごっこするよりは家でゲームとかっていう遊びをしてたぐらい、割と友達とかも女の子の方が多かったので、なんか八千代くんとそういう部分は似てるのかな、恋愛にならないっていうのはすごい似てるなっていう部分はありますね。ちょっとした一言のセリフとかがすごい泣きそうになっちゃったりとかっていう、なんかふとしたところでなんか涙腺が弱うるんじゃうなっていうシーンがたくさんあったので、なんか見てる方は多分僕一回じゃ見切れないのかなってぐらい、結構いろんなところを見てほしいなって部分があるので、そこはなんか、まあ、一度じゃなく二度三度見ていただきたい作品ではありますね。まあ僕ん家は本当服しかないですね。本当に家具とかってよりはもう服です。もう服屋さんぐらい服、まあ、仕事柄使ったり、まあ、好きなので持ってるので、全然おしゃれとは程遠いですね。まあもちろん人を呼ぶ時もあるんですけど、うん、全然おしゃれでも綺麗でもないですその一番の理想像が僕お母さん、ずっと反抗期がほぼほぼなかったぐらいお母さんのことがずっと大好きで、僕がちっちゃい頃はすごいぽっちゃりしてて、ちっちゃい頃一緒に寝てる時にお母さんのなんか二の腕を触らないと寝れなかったんですよ。今だから言いますけど、ちっちゃい頃だしっていうのあって、そのなんか気持ちいいんですよね、やっぱお母さんの二の腕が。多分それの平行、なんかそう延長線なのかなって思うことがあって、多分安心するんですよね多分。まあ、もちろん一番の理想はお母さんですけど、お母さんと結婚はできないんで、でもお母さんと似てるような方が、うん、今でもなんか好きなんじゃないかなっていうのは思いますね。これで僕がその例えば女性に好きを伝えたらどういう関係になるんだろうって考えるのが怖くて、だったらなんか今友達としてお互い人間として好きでいる関係の方がなんか幸せだなって思っちゃったりとか、なんかどうしても変な方に変な方に考えちゃうので、そうですね、あんまり自分からは僕は告白しないタイプなので、だからもうこじれちゃってるんですけど、今すごい21になってなんかでもおうちデートは羨ましいなって思います。あんまり外でなんかワイワイしたとこがあんまり好きじゃなくて、でデートでも2人っきりでするものじゃないですか。だから本当に好きな子がいたら絶対になんか2人っきりで入れるところがいいなってすごい思ってて、自分のペースでなんかその空間ごとが入れるので、おうちデートちょっと憧れですね。いつかなんかでも根本はそのショップ店員って言って、まあ、服が好きっていうのがあって、ショップ店をずっとやり続けながら、まあ、モデルだったり役者だったりをいろいろやってるんですけど、全部本当に楽しくて、なんか自分のやりがいだけでできてるお仕事なので、全部本気で何でもやりたいっていう感じですね。よく言う、はい、なんか何でもやでいたいです。私唯一無二の存在でいたいですね。一番は僕の人生が変わるきっかけになったのはすごい行動力っていうキーワードがすごい大きくて、まあ、広島地元だったんですけど、あの中学を卒業してすぐ古着屋さんで働きたいって言って大阪に一人で
もうお金も何も持たずに行ったのがきっかけで、今こうやっていろんな出会いとか巡り合わせとかきっかけがあって、こういう今あなたに向かって話してる、誰かに発信できる立場に慣れてるので、すごい自分の中で行動力っていうのはすごい大事なことだなって思ってるので、まあ、何か迷ったりとか、やりたいけど自信がないとか恥ずかしいとかっていうものがもしあるのであれば、もう一回がむしゃらに挑戦して、ダメだったらダメでもう一回練って、ちゃんと計画して行動すればいいしっていうので、僕はとにかくもう考える前にひたすら行動してたので、これアドバイスみたいな感じで大丈夫だね。なので、行動力を大事にしてます。はい。